新人卒業は複雑な気分です。僕、心のどこかでいつまでも新人でいたいなって思ってて。だって初心を忘れちゃいけないですよね。デビューしたての頃の気持ちをずっと忘れたくなくて。 客席の歓声からもみんなの期待がひしひしと感じられて、新しい立場、新しい一歩。まず僕がすべきことは何ですか？あーっと、そうでした。立ち話してる場合じゃ。 駐車場で
おかげですっかり期待のアイドルって感じです。最近言われるんですよ、瞑想ねって。大丈夫ですよ、今日もルンルンで収録です。今の僕はちょいモテモードで完全に上り調子ですから、このまま行けばそのうち誰も勝てなくなります。こんなに可愛いアイドル、そうそうは。されちゃいました。あれは誰なんです？もしかして。すみません、あまりの衝撃に体が耐えきれませんでした。なんですかあれ。磨き抜いてきた僕のキャピルンが幼稚に見えます。何にもしてないのに可愛い。ああ、すみません。あまりの尊さと恐ろしさに気を抜くと意識を持っていかれそうに。あれが C か。これまで見たどんなアイドルとも違います。なんて可憐なんだ。今僕の憧れは進化しました。ずっと一番だったキャピルンからさらに上へと。上には上がいるんですね。あんな風になれたらな。プロデューサー、わかりますか？こうして彼女を見ているうちに芽生えたこの気持ち、今僕は彼女のあれになった気持ちなんです。ほら、あれあれ。とんでもない。自分で言うのもなんですけど、会った瞬間から惨敗です。とても叶いません。それに彼女に牙を剥くなんて到底できそうに。
むしろ自分より向こうを応援してしまうかも。最近のこんにゃく飲料ってやばくないですか？栄養満点すぎてどうしようみたいな。プロデューサー、バナナボートに回転かける方法って知ってます？こう足で挟んでですね。なんていうかショックでした。一番可愛くなれるなんて思った自分がバカだった。これからはシーカに近づけるよう頑張ります。シーカ、シーカ、今日も遅くまで。